ドラム缶が爆発し、近くの電線に引っかかりました。午後2時40分ごろ、名古屋市南区東又米町1丁目の東商会で、爆発音がして煙が上がっていると通報がありました。この会社では産業廃棄物の処理をしていて、作業中に廃油などが入ったドラム缶1つが爆発したということです。消防車など18台が出動しましたが、火は確認されず、けが人はいませんでした。 消防は爆発の詳しい原因を調べています。